よし、はい、一晩これお世話になりました。と、今回のゲストハウスですね、2日目。昨日はね、ほんと疲れて余裕がなかったから撮影してない、ご紹介できなかったけど、2段ベッド2つ、あ、4つか、2×2で4つで、ソファーとテーブルと、あとはペットかだからペット用のゲージも入っていて、で、あとは洗面台、洗面ボール2つ、これはね、すごく嬉しいですね。あとはトイレですね、トイレと、あとはバスルーム、これほんとね、シャワー浴びるだけっていう、そんな感じのバスルームでしたね。はい、じゃあ一晩お世話になりました。お世話になりました。いきますよ。はい、はい、ピーッと、はい、ももちゃんここにいます。はい、じゃあエレベーターであとは降りるだけですね。はい、はい、ほら、ここじゃない、公園、うん、大仙公園、大仙公園で、多分ね、右側が、うん、これ古墳だな。古墳だべ、これ古墳だな。え、古墳は日本に何かあるんだっけ。16万。本当に。あ、阻折禁止。入れないじゃん。マラソン駐車場ってどうやって行くんだろうか。あ、すいません、駐車場ってどういう方に止めたらいいんですか。公園の駐車場っていうのは使えません、うん、今日は使えないんですか、うん、一般の駐車場を探して止めてもらって、中は歩いて入り込むやったらもう別所困らないですよ。ああ、そうなんですね。マラソン行ってるからな、車は一切ダメなんですよ。ああ、わかりました。はい、世界遺産モズ古墳、モズ古墳群だってね。はい、仁徳天皇の時に作られた古墳。よし、行きましょう。はい、車はね、駐車場はちょっと遠くに止めたね。そうだね。はい、ここね、モズ駅。どっちだ、公園は。もうこれくっついてきゃいいんじゃない。あ、これこっち、はい、小鮫塚古墳、仁徳天皇の古墳があるよね。うん、今ここだって。あ、ここか。じゃあもうちょっとこう行くとでっかい古墳に当たるのかなっていうことだね。そうだよね。はい、まあ、ちなみにこの公園っていうのはね、日本の歴史公園100選にも選ばれてるらしいんだよ。ということで、世界文化遺産ということでね、うん、この公園はとても綺麗に整備されてるんだって、うん、はい、今日はねマラソンの日ですね。マラソンの日ですね。はい、先頭が来るらしい。やっぱ早いね、先頭はね、うん、頑張れ。じゃあマスカラのフェイス、はい、ちょっと全然こっち向いてくれてなかったけど大丈夫。できてる。大丈夫です。ももちゃんファミリーです。はい、行きますよ。はい、今日はどこに来ましたか。今日はね、古墳。はい、古墳に来ましたね。はい、古墳に来ました。これはね、大仙公園にとりあえず今来てて、で、モズ古墳群っていうところをちょっと見てます。これ模型ね。これ模型というか石、石なんだけど、石像。はい、はい、真ん中の大きな古墳が仁徳天皇の古墳、はい、で、あとそれの周りにね、たくさんまだまだあるんだよ、はい、で、さっき駅のすぐ近くにあった納め塚古墳だったり、うん、なんか読めないのが結構あるんだけど、すごい数あるんだよね。まあ、っていうところで、まずすぐそこはね、もう天皇の古墳のところの入り口だから、うん、まあ、どんな感じかちょっと見て行きたいなと思って。1日あたりピーク時で2000人がこれ建設する。やばいね、強制労働だな、完全ブラックだなこれ。え
で、延べ680万7000人が携わってたの。そう。うわ、すごいね。15年8ヶ月の工期だって。すごいな。やばいね。しかし250分の1。はい。はい。よし、行くよ。ね、これ見た？うわ、見て、埴輪？埴輪がいっぱい。本物これ？いやー、どうかな。作ったんじゃない？すごいね。うん。ま、本物じゃないか。何も書いてないから分かんない。偽物ですとか書いておいてくれればいいのに。本物だったらそんなところで飾んないよ。飾んないか。よし、じゃあ行きますか。はい、行くぞ。そしてそしてそしてここが、はい、まあ入り口だね。はい、有名らしい。あれ、全然入れないんだ。ワンちゃんは抱いてから入ってください。ああ、わかりました。はい。ワンちゃん抱っこ。抱っこだったら OK だ。はい。ありがとうございます。よし、じゃあ入りましょう。観光ボランティアでご説明をしてくださるそうです。あ、そうなんだ。大体5分から10分。はい。これは何でしょう。神徳天皇。宮内庁のご案内ね。で、あの鳥居は何だろうね。もうあそこからこう神聖なる土地になるから、そういうこと。そうなんじゃないですかね。ここまでしか入れないのか。いやー、でもこの周りが行けんだから、すごい。それでいいんじゃないんですか。なんかあれだね、お城の周りにあるお堀みたいな感じだね。そうだね。すごいな。すごい、これ二重なんだね、お堀が。はい。もう15年以上かかってるからこれ。作るのにな。やばいね。すごいね。あそこにもなんかちょっとあそこ書いてあるの見たいね。はい、あ、これがじゃあ古墳の全貌なんだ。あ、で、今いたところがあそこだ。ここやね。あ、じゃあもう全然中は全然じゃん、見れないね。鳥居があって、うん、あれなんだね。三重になってるお堀が。本当だね、すごいね。すげえ厳重。これは厳重だわ。やばいな。しかもさ、このさ、さらにさ、この古墳の中のどこにお墓があるんだろうね。ね。まあ想像するに、あの丸の上の方かなって思うけど。中心？中心の。第16代天皇なんだろうね。神徳天皇っていうのは。じゃあちょっと公園の方寄ってみる？そうだね。せっかくだしね。じゃあ、はい。おむちゃん、行くぞ。はい、行くぞ。はい、公園。大仙公園です。広いのかな。はい、広いな。もちゃん、池ポチャしないように。池ポチャ絶対ダメよ。めたかいそう。よいしょ。あそこらは何だ。イコロバ。なんかここはほらバーベキューとかもやってて、なんか素敵ですね。バーベキューできてるね。バーベキューができてますね。すげー。なんでこのテントはバーベキュー施設のテントっぽいね。ワンちゃんもテラスでだってね。まあもちろん店内は入れないけど、はい、あ、いちごパフェとか普通に美味しそうなのがある。プレミアムバーベキュープランとか女子会バーベキュープランとかある。いいっすね。いいっすね。やっぱワンちゃんいっぱい来るんだろうね。ね。なかなか落ち着きはないですね、ももちゃん。なんかお姉ちゃんとママの方行ったり来たり。ね、楽しそうだっていうのは分かるね。でもすごいさ、昨日預けたペットホテルはさ、うん、
すごい頻繁に連絡くれたね。ね、すごい良かった。良かったよね。すごい優しい。ね、ね、親切だったね。オーナーの方で。あ、もうめっちゃ。茶室。はい、ちょっと歩いてきたらカフェ、古墳前カフェとマルシェ。はい。やってるね。めっちゃおしゃれな感じだね。まあ、なんかあ、お花のね。リースだって。リースですね。どこに置くの？こんなの飾ったら可愛い。玄関とか？うん。はい。はい。ってことでね、帰ってきた。帰ってきたね。はい、タイムズ。550円だね。じゃあ。車の中に。よいしょ。エビス。え、どこに？商店街、あ、この交差点の名前が。これでエビスって読むの？エビスだな。さあ、お昼食べたいよねってことでね。お腹すきましたね。はい、ちょっとここら辺に遊び来ました。ここら辺ってどこよ？これはね、ほら、あそこ通天閣。うん。大阪右側な新世界はいで左側に、うん、どうだっけ道頓堀道頓堀道頓堀行きますよね道頓堀行きたいねいや新世界も別に行きたかったっすよでも通天閣前行ったもんねだいぶ昔なあそう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 でも行ってないよでも下までしか行ってないあそうでも道頓堀自体は行ったことがないからそう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 そっちを優先的に行きたいんだよねああ、こっから首都高なんだ。へ首都高じゃねえや、間違えた。阪神高速だ。うん。はい、道頓堀。道頓堀。うわ、すごい人。うわ、すごいね、ほんとに。すごかった。はい、で、駐車場は近くのコインパーキング、ちょっと探したんで、そこに目がけていきますよね。はい。はい、行きましょう。おっと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 。はい、桃、桃。はい、着いた、着いた。着いた、着いた。はいはいはい。はい、着いた着いた。はいはい。ちょっと走って100円パーキング見つけたね。はい、行くぞ行くぞ行くぞ。はいはい。よいしょ。はい、車降りてきました。道頓堀の近くですね。何？ラーメンじゃない。ラーメン？あ、おうどんの、おうどん屋さんだ。麺立ての心尽くしって書いてある。つるとんた？聞いたことある。うん、聞いたことある。スルトンタン。すごいな。よし、はい、歩いてきた。道頓堀でーす。行くぞー。はーい。派手すぎん？さすがに派手すぎんかこれ。すごいねこれ。おでん屋さん。本当だ。道頓堀たこ焼き。やっぱあれだな。確かにゴミすごいな。どうしてこうなっちゃったの？あ、串カツとかある。超有名なの。テヤシロン。道頓堀ファミリーだ。すごいなこれ。ここもなんかどうなってんだこれ。あ、ここが並ぶ？並んでますね。ここ？よし、こっちもタコハチ。ね、書いてあるね。どっちも人気なんだね。暑い。暑いよ。手が。手やられる。あ、ここで買うとこんな風に食べれるんだ。はい。熱。はい。食べましょう。
あ、熱いよ。はい、いただきます。同じだよね。同じだよ。どう、おいしい？だしが入ってる。やっぱ柔らかいんだよね。うん、うまいじゃん。おいしい。うまいよね。柔らかい。関東と違うね。これなんかさ、ソースもさ、ちょっと違うのかな。ね、ちょっと甘辛。はい、すごいね。はい、続いて金龍ラーメンも有名だよね。すごい並んでる。美味しいらしいんだよ。串カツだるま、すげえ並んでる。エスカレート降りて近い人は30分お疲れ様です。はい、いらっしゃいませ。イケメンと美女入りました。はい、知らない芸人だから。大阪土産あるよ。あ、なんか見てみよう。見たい。見ましょう。いいよ、預かってます。あ、餃子が外で食べれる。食い倒れ。え、どうですか。餃子食べたい。でももう外で食べる、外で食べる。食べ歩きだ。それしか方法はないよ。はい、まあ、せっかくなんで大阪餃子、大阪王将ね。これ。はい、カリカリチーズ餃子ね。どう、うまいか。で、あとこれがね、元祖餃子。これね、あ、やっぱり何もないんだ。ここのタレつけないといけないんだ。はい、タレ入れます。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。で、これラー油、タイも入れます。はい、お箸ね。はい、どう、おいしい。あ、やばいただきます。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。タレはもう1種類だった？タレは1種類だよね。もう食べるところがないけど、うん、ただひたすらそれが辛いだけ。うまいね。おいしいね。え、惜しかったね。ごちそうさまでした。よし、行きましょう。あれ、カールって関西なの？あ、そうなんだ。そうなんだ。関西の田舎のおじさん。なんかいうイメージね、勝手な。はいはい。モモ。はい、いた、モモ。はい、いた。はい、いた。カニ炭火焼きだって。ね、スパイダーマンやばいな。スパイダーマン何やってるの？お金がないからいるよ。湧いてきたから。なるほどね。はい、じゃあ放ってください。はい、ももちゃん、ももはい、グリコ来ましたね。でかい。みんな
みんなでキリコのポーズをしているエリアです。そうだね。はい、続いて心斎橋筋行ってみようかなと思ってるけど、人がちょっとすごいんだよね。どうしよう、せっかくだし。右側にもある。はい、道頓堀の方に戻ってきました。はい、いや人が多いと大変なことになってるね。うん、収集つかないんじゃないか。お、日本一の射的。射的ね、すごいな、ここね。あ、船も出てる。ほら、あ、でも人乗ってる。あ、めっちゃ並んでんじゃないの。そうかも。並んでる並んでる。なんか荷物乗ってるところもあれば人が乗ってるところもある。すごいな、このドンキ。画面に収まらん、ね、すげえ並んでるよ。はい、大丸です。はい、大丸でママさんがリクロおじさんのお店のケーキ、リクロおじさんのおじさんのケーキ、美味しいのかな。リクロおじさんの店、リクロおじさんの店、うん、はい、のチーズケーキを買いました。焼きたて、焼きたて、はい、チーズケーキね。チーズケーキ焼きたて、はい、美味しいやつですって。これ食べたいですね、早く、うん、早く車行こう。よし、行こう。雨降っちゃう。よし、行こう。はい、行きますよ。よし、行くよ。はい、なんでやろなと思って。はい、ママ。はい、ママちゃん。はい、今回は、ここのコインパーキングに停めましたね。30分100円 ?1 時間200円か。はい、行くよ行くよ。ももちゃん、車わかるかな。お、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 わかる、正解、もも。はい、これがうちの車だね。はい、正解。はい、さっき買ってきた、何おじさんだっけ。リクロおじさん。リクロおじさん、リクロおじさんのチーズケーキ。これ知らない、本当に。もう知らないよ。マジで。はい、これか。おもちゃん、これさっき食べてる人がいたんだよね、外でね。あ、そうそう、それで思い出したのよ。あれって、リクロおじさんって確か大阪の方じゃなかったっけとかって思って。はい、はい、これと、はい、あら、すげえふわふわじゃん。そうなんですよ、プルンプルンしてます。これ食べるやつあるの。え、食べるやつって、え、あ、フォークがあるの。うん、フォークとナイフを。いやー、うまそうですね。足が棒だから、ちょっと本当に早く食べたいです。ちょっと待ってね、まあ、切るから待っててね。ちょっと映えないけど、このまま袋の中でカットしてもいいですか。え、いいよ、むしろその方が食べやすいでしょ。映える必要ない。すげえプルプルしてる。めっちゃ美味しそう。これはうまそう。うわ、すごいね、プルプル感。はいはい、これはまずお姉ちゃん。あー、うまそう。これこれやばい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 。絶対落とさないで。落としたらやばい。落とせるよ、これ。うまそうです。プルプルしてる。落ちないっていうのがすごいね、これ。またね、ね、絶対落としたらもうももに食べられるから気をつけて。どうしたらいいよ。早く食べなよ。いただきます。え、あったかいんだけど。だって焼きたてを買ったんだもん、並んで。うん、うまっ。レーズンが入ってんだ、これ下にね。ね、なんか切れてたね。うまい。なんだこれは。やば、このおじさんのパン。うまい。めっちゃスフレ。ね、うまいね。うん、あ、美味しい。ふかふかふわふわ。うん、で、このね、ふんわりチーズの香りがしてね。よし、ごちそうさまでした。じゃあ、あれだね、まあ、たこ焼きに餃子、はい、チーズケーキ。本当はもうちょっと食べたかったんだけどね、うん、串焼き食べたかったんだけどね、串焼きの店が開いてなかったんだよね。
1店舗も、ももちゃんも一緒に食べれる店があったんだけどね。混んでたね。混んでた。で帰りどっかでね、またまたちょっと食べながら、ね、そう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 、で帰ろうかなという感じだよね。うん。じゃあ今回は3日間で、はい、USJ に行きますっていうことを主軸にして、はい、初日は京都、2日目は USJ、はい、今日は、3日目で、大阪の、はい、旅歩きを簡単にしてみましょうっていうことでね。あとまあ午前中はあれだね、あそこに古墳も見に行ったけどね。うん。まだまあ夕方前っていうところもあって、まあ今日は神奈川に帰らないといけないからね。はい、帰りましょう。そうですね。はい、じゃあもーちゃん帰りますよ。じゃあそういうことでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね。はい、よろしければチャンネル登録と高評価コメントなどお待ちしております。はい。